葛西さん、ありがとうございました。スペよ、こちらこそありがとうございました。お前みてえなよ、すげえ強えやつとこの会場で目に晴れて俺っちは嬉しいよ。お前に、最高にいい男のお前に一つだけ言いたいことがある。お前よ、俺っちと試合する前にこう言ってたな。燃え尽きて死んでもいい覚悟でリングに上がるってよ。バカ野郎、世の中にはな、死にたくて死ぬやつなんていねえんだよ。お前生きていてえのに死ななきゃいけねえやつ、生きていたいのに死んじまうやつが5万といるんだよ。お前みたいによ、最高の仲間に囲まれて、たくさんのファンに応援されて、夢だった新日本プロレスに入門して、プロレスラーとしてデビューして、新日ジュニアのトップ取って、最高の人生を送ってるやつがよ、死んでもいい覚悟でリングに上がるなって言うなよお前。俺たちはよ、死んでもおかしくねえ、大怪我してもおかしくねえリングに上がって、生きて生きて生きてリングを降りなきゃいけねえだろうが。死んでもいい覚悟だなんて捨ててしまえ。死んでもいい覚悟なんていらねえんだよ。そうすればお前はもっと強くなる。ありがとうございます。二度と死んでもいいなんてとか、死ぬ気でとか死ぬ覚悟とか軽々しく口にしません。自分はまた必ずリングに上がって、その時も必ず生き返って、何試合も重ねて、この間一回約束破っちまったけど、スーパージュニアも必ず優勝してベルト持ったまんま、葛西さんともう一回やります。
ちょっと今出すとね、この間みたいにちょっとチープに映っちまうかもしれないけど、これこの間いただいたバラなんですよ。初めて作ったドライフラワーなんで下手っぴかもしんないですけど、もらってやってください。また必ずチームでやってください。お願いします。勝ったからこそ繋ぎたい、もう一度の約束。このドライフラワー大切にするぜ。お互い明日からも生き続けて、お互いもっと強くなって、またリングで会おうや。負けたからこそ守りたい約束。この男だな、これデスプラード選手が惚れるのも分かりますね。すごい。そしてこれ、あ、娘さんの、はい、娘さんのジェプシー・ジョーさんですね、はい、娘さんの一緒に、いや、上野さん、はい、そうですよね、葛西純はいつも言ってますもんね、はい、生きて帰るまでがデスマッチなんだと。家族とともに、すごいぶれない男です。勝ってまた葛西純の大きさを痛感しました。エルデスペラード、一応シュープロで記事になるんだから顔隠れてなきゃおかしいだろ。本当はさ、ここでかっこいいこと言って、で、はあ、ボンとか言いりゃいいんだろうけどさ、俺そういうのこっぱずかしくてできないんで。まずでも30周年とか20周年の記念興行なのにメイン預からせていただいてありがとうございました。高田一工業が新宿フェイスでやってたり、あの飯塚とシングルマッチで、ま、あの負けたら鈴木軍追放とかさ、俺そういう過去があったんですけど、追放されなくてよかった。最高に楽しいっす。で、次はいつですか。早く。
レック株式会社プレゼンツ高みちのく30周年記念高太一デスペマニア1940人、超満員ありがとうございました。まあ自分の30周年で絶対勝つって言いながら今日も負けしまったけれども、でも高太一から始まってここまで大きい舞台に俺たち上がってきました。次、まあ高太一は俺と太一が好き勝手やって新日本プレスでできないことをその他やりたいことが浮かんだ時にやってきた、まただからそのうち俺たちの中でやりたいことができた時に突然やるかもしれないしやらないかもしれない、その日を楽しみに待っててください。あとね、メインこれだけ見て分かる通りにロリクレさんがキャンバスまで作ってくれました。ありがとうございました。もう喋ってたらひっくり返りそう。ということでじゃあ今日最後は、僭越ながら私締めさせていただきたいと思います。今日皆さんが見た最高のプロレス、この大会の名前は何ですか？バラバラだな。高太一デスペマニアでいきましょうか。じゃあもう一回いきますよ。今日皆さんが見た最高のプロレス、この大会名は何ですか？高太一デスペマニア。勝った、また負けちゃった、ごめんね。でもよ、弱い48歳になった男が、負けて悔し泣きしてるってことはよ、この涙の意味わかるか、お前ら。デスペっていう最高の男とやれて感極まって泣いてんじゃねえぞ、負けて悔しくて泣いてんだよ。この涙はな、この涙があればもっと強くなれるってことだ。葛西潤は48歳になってもまだまだ強くなるぞ。葛西潤の全盛期は10年後だ。まだまだ強くなって、まだまだ強くなって、生き抜いて、生きて生きて生き抜いて強くなって、またデスペラートとやるよ。今日が始まりじゃねえ、今日が始まりじゃねえ、今日が終わりじゃねえ、今日が始まりだ。葛西さんのおっしゃる通りでした。自分ニュースのあのね、保育園のやつとかでちょっとここ最近
結構やられて精神的に来ちゃってて、もう家で一人でいてもなんか壊れそうだったんですけど、それでもやっぱこう試合に向かうモチベーションと、なんかもう趣味のゲームとかそれやってる時だけ自分が飛んでて、なんとかもう本当にこの試合がなかったら俺本当に頭おかしくなるかっていうぐらい結構やられてて、それなのにコメントで軽々しく死んでもいるわ、なんかまだ俺そんなレベルだったかと驚きました。自分の幼稚さに驚きました。また必ずちゃんと成長して、ちゃんと体も心も鍛えて、もう一回必ず強くなって、また必ず葛西さんとやらせていただきます。ありがとうございました。